です。ほい、みんなやばい。アントラホテルさん、ルームツアーやっていきたいと思って、みんなやばい。アップグレードされた謎にアップグレードされた。なんとスイートになってる。やばい。とりあえずバスルーム。はい。でもう今日はね、ちゃんと広いバスが、バスタブついたとこは絶対良かったから。はい、昨日のホテルは1万しなかった。今日はでも言っても1万2000円とか安いと思うんだけど。はい、見てトイレ。てか、ここバスルームがめっちゃ綺麗でしょ。はい。で、なんかシャワールームも無駄についてるよ。そしてバスタブがちゃんとあって、で、なんかね、大理石に使用してるすごい綺麗なバスルームですね。これ、アメニティどこにあるんだろう。あ、ここにありました。まあ、アメニティはね、アジアなので、そんなにね、日本みたいによくはないんですよ。レザーとコームとか、歯ブラシとか、最低限のものはあるけどね。っていう感じですね。で、まあ、バスタオルとかも、ここは結構、バスタオル、タオルは着るのとかもよかった。でね、部屋がめっちゃいいの見て。やばくね。ベッド、そしてでっかいテレビ見ないけど、どうせ。で、そしてこのバルコニー、もうやばー、見て、眺めがやばい。え、マジパリなのかと思った、今。え、ここはパリなんじゃないかな、みたいな。あれ、パリだったみたいな。で、パリより快適かも。安いし。安いの重要ね、私。安いの重要だから、みんな。え、みんなも重要でしょ、安いの。ほらー、景色もなんかめっちゃいいよね、ここ。マジかー、めっちゃいいな、このホテル。ありがとう、ありがとう。ホテルのなんかね、その対応もすげーよかった。やばーい。ほら、バルコニー2個もついてんだよ。ほら、そしてこっちにもテレビ。そしてソファー。いや、だからテレビ見ないんだけどね。めっちゃ見やすいよね。ここで観戦できたら最高だよね。ここでなんかテレビが、YouTube、これ望んでおこう。望んでおこう。ここで見れる、YouTube が見れるようになりたいね。このソファーで。わーってなりながら。やばー！なんか謎に仕事ができるデスクもあって、冷蔵庫、こう謎のオブジェ、冷蔵庫。で、なんか冷蔵庫はね、そんなにね、なんかめちゃくちゃ入ってるって感じじゃないけど、まあいいよ、いいよ、全然。そして、セキュリティボックスと、そして、あれですね。ガウ。今、荷物を持ってきてくれたんですよ。やべえな、ここ。めっちゃテンション上がった。え、だって昨日のホテルのあの部屋と2000円しか違わないんだよ。なのにこの全然違うよ。やばい、ベトナム。ということで、今日もテンション高くお送りしました。今日はここに一泊なのか、明日までホテル取ってないから今日2泊するのか、それは皆さんまたお楽しみに。じゃあね、バイバーイ。 See you。